Kashiwara wa iya kai? けれど大丈夫です。頑張ります。 まあでも全てのロックミュージシャンが反社会的でなければいけないわけではないから安心してくれ。 優しい愛と平和を歌うのだって立派なロックだからな。そうなの？そうに決まってる。ロックはそんな猟犬の狭いもんじゃない。 表現したいものは何だっていいんだ。しかしそれがロックであるためにはたった一つ守らなければいけないルールがある。これは絶対の掟で、きっとこれがあるかないかがただのポピュラーとロックを分けるものなんだ。それは使い古された言葉になってしまうが、言ってもいいか。 つまりロックってのは熱いハートなんだ。 わからないかな。おかしいな。俺はこのフレーズを読んだ時感動したんだけど。 熱はやはり誰にも伝わらないのかな。いや違う、これはこいつらに情熱がないからで。まあなんとなくならわかるよ。ロックってなんか汗臭い感じだもんね。 私もなんとなくなら。じゃあ私も。本当？前島は？ そこの2年生の子たちは？ わかりますよ。
そうか。じゃあ。聞かせてくれ。ロックンロールとは何だ。熱いハート。お前、人の感動に水差しやがって。ロックというものが熱いハートだということは諸君が感動とともに理解してくれた通りなんだが、パンクはその熱いハートの中でも特に怒りを中心にして生まれたジャンルだ。パンクが生まれたのは1970年代だ。最初のムーブメントはまずニューヨークで起こって、当時のロックは複雑化し凝りすぎた難解な音楽となり、大衆の支持を失いかけていた。そこで生まれたのがラモーンズで、彼らのシンプルな楽曲とめちゃくちゃに速い過激な演奏が長ったらしくてややこしい過去の音楽を駆逐していったんだ。これはどういうことかというと、そしてついにイギリスに渡ることになるんだが、当時のイギリスの社会的な状況と相まって、パンクロックはただの音楽ではなく、労働者階級の若者たちの社会的、政治的なムーブメントとして発展していく。ここで
ハンコは音楽ではなく一つの思想になる。次は用意したポスターを見てほしいんだが。これからがいいところなんだ。じゃあ休憩するか。あのそれよりもやっぱりね、音楽って言葉だとか絵の資料で言われてもちょっとピンとこないとこあるんだよね。確かにそれはそうだな。一応用意してはいるんだ。一通り説明が終わってから見せようと思ったんだが、予定を変更しよう。まあそう言うな。いろいろ知ってほしかったんだ。知識を入れた上で見た方が理解しやすいと思ってな。他の人も見えないようなら前へ来てくれ。これは当時のバンドのライブ映像とエピソードを集めたドキュメンタリー映画だ。すごいぞ。俺はこれを見て血が熱くたぎり、心が燃え、バンドをやろうと思い立ったんだ。これが俺にとって全ての始まりだったんだな。
よりおしゃれだね。